お前のことになると冷静でいられなくなる。あなたのことなら何でもわかるよ。たとえもう二度と会えなくても君への思いを嘘にはしない。気づいたら君のことばかり考えてる自分がいるんだ。俺はお前が泣いたところで容赦しないぞ。ここあんたとよく遊んでた場所なんだ。センチメンタルフォトグラフィー事前登録受付中。センフォトラジオ YouTube 出張特大バー特大バーって言っちゃった皆さんこんにちは、徳俊一です。そしてはいこんにちは天崎光平です。はい、この番組はスマホ用育成&恋愛アドベンチャーゲームセンチメンタルフォトグラフィーを盛り上げていこうという番組の、YouTube の出張拡大版でございます。やったありがとうございます。出張してきましたよ。初めて動画ですね。ですね、だから本当にこのセンフォトラジオしか知らない人は、うん、僕らの顔初めて見たっていう人もいらっしゃる可能性ありますよねそっかもうこういう顔してますこういう顔してます、ラジオ番組でふざけてますけれどもこういう顔しておりますさあ、そもそも、うん、センフォトラジオっていうのをやっておりまして、うん、響きラジオステーションに行って僕たち2人でやってるんですけれども、はい、さあそれの出張版ということでなぜ出張版かと言いますと、うん、いよいよアプリのリリースが明日に迫ってまいりました。明日いよいよ明日らしいです。何もなければいや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 そこはもうはっきりはちょっとその辺はおかしいって、明日リリースされなかったら何かあったってことです、もしかしたらこの辺に何か文字で書かれてるかもしれないので、ね、無理でしたみたいな頑張ったんですけど無理でしたみたいな。それはさ YouTube なんだから好きなタイミングで上げればいいじゃないあ、そうか。そうなんだけどね。そうかそうかなんですけど前日にすればいいのかそうなんだけど、うん、多分明日リリースされるということで、はい、いよいよということでの出張版でございます。やったいよいよですよね。だから我々だからリリースする前からラジオをやってたわけじゃないですか。だから結構こう思い入れというか、ね、ようやくこの日が来たかっていう気持ちはすごいありますけど、ですね。アマちゃんなんてまだキャラクターの詳細が分かってない中で、全3回2回3回撮ってますからね。ついに前日までも出なかったなそういつかね、いつか出ると信じてます。そして今回はですねその特別版ということで、ゲストにも来ていただいております。やったあまちゃんはこのゲストの方とは結構面識はありますか？はい、ありますね。当然僕もあるんですけど、はい、いろんなところでお世話になっております。徳さんはどうですか？はい、そうですね、僕も先輩としていろんなところでこう、ね、相談に乗っていただいたりとかしていますので、改めて本編ではねたくさんいろんなことを聞いていきたいと思います。ですね。はい、1時間のたっぷり、本当はねラジオは30分なんですけれども、今回はね1時間のたっぷりのボリュームでお届けしていきたいと思いますので、じゃ ある意味特大版でもあるということですね。そうだね、フォローありがとう全然大丈夫です。今年もよろしくお願いしますさあ参りましょう。センフォトラジオ YouTube 出張版、せーのスタート。センフォトラジオ。さてここからはゲストの方と一緒にお送りしたいと思います。こちらの方です。じゃん。はい、皆さんこんにちは。炎上寺帝の CV を担当させていただいております前野智明です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。
くお願いします。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いいたします。初ゲストでございます。初ゲストはね、いやね、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうなんですよ。もしゲームのリリースが、4月とかになっちゃった場合は、もうね、この挨拶がめちゃくちゃになっちゃうんですけどね。さすがに1月中に出るってことですよね。1月中だって出る、明日出るわけでしょ。明日出る。そうですね。明日出るんですよね。1月中ってことですね。我々が何かをやらかさなければ、明日リリースな予定でございますからね。だいぶ慎重になっちゃいますけど、この放送。記念すべき回に読んでいただきましてね。ありがとうございます。ありがとうございます。ふた、普段はいつもお二人でラジオやってるんでしょ。やってます。そうなんです。あ、そうなんだ。30分だからあっという間なんですけれども。なるほど。今回はじっくりとちょっといろいろお話をしていこうかな。初ゲストってことでよろしいですか。はい。そうです、そうです。やった。ありがたい限りでございます。そうですね。それこそ多分もう1月の十何日とかに一応リリース予定なんですけれども、前野さんはお正月とかって何かされてますか。お正月はね、本当今年何もしなかったです。ずっと家にいました僕は。はい。だから何もあの変わらない日常でしたね。どうですかお二方は。何かされたんですか。お蕎麦作っておせち食べました。食べ物でしたね僕はどっちかっていうと。いいですね、正月気分を味わえてね。トキ君も何かされたんですか。お蕎麦作って、作ったの。打つところから始めた。打つのもできんですけど、ちょっと一人暮らしのまま行ったじゃできないので、だしから作って、で天ぷら作って、で年越しそば作って。なるほど。で年末だったっていうのもあって、まあ友人をちょっと呼んで遊んでたんですけど、せっかくだからおせち取ろうっつって、なんかね、お肉だけのおせちっていう。あ、すごい、何それ、そんななんだ。おせちというものへのパラドックスが起きてまいるんですけど。すごいよね。そうだね。お肉しかない。肉しかないと。矛盾がすごいけど。めっちゃうまかったんですけど、年始早々めっちゃ胃がもたれました。でもね、そういえば食べ物の、ね、楽しさっていうのありますからね、年末年始はね。さあ、いよいよね、1月にリリースされる、ね、ということなんですけれども、ね、どうですか、こうそのね、まあ、ストーリーとして、ヒロインの子が写真を撮るんです。ねなんですけど、フォトグラフィーですからね。前野さんって写真とかってよく撮ったりする。何その質問、写真ですか。いや、そう、やっぱりこう僕たちもね、その最初のラジオで言ったんです。なんか、まあ、今のね、スマートフォンがすごいやっぱり優秀じゃないですか、はい、だからスマホでなんか記念撮影とかそういうのはよくやったりしますけど、あんまりね、ガチでこだわったりとかっていうのはないかもしれないですね。なんかそうですね、自撮りとかするイメージないですもん。自撮り俺がしてたらなんかちょっとってならない。いや、全然なりませんよ。たまにする時はもちろんありますけど、あんまでもそういう頻度は高くないかもしれない。2人写真よく撮るの。僕らもそんなこう特別めちゃくちゃいいカメラでとかでなく、やっぱりスマホで撮ってますし、カメラ持ってる、そもそもカメラも持ってます。一応持ってます。最近の若手はやっぱすごいな。違います、僕アニメの1話しか出てないアニメの打ち上げで一等賞で当たった、すげえコンデジがあって、確かにデジカメとか流行った時俺も買ってね、風景とか撮るの趣味にしようかなって時期はありましたけど、あんまりでもそれはね、なんか長く続かなかったな。マロさんの趣味って何なんですか。趣味と言えるものっていう。僕ですか。お仕事です。なんか、ね、いやこういうことがブレずに言える、レベルになりたいな。趣味お仕事もそうですけれども、まあ、僕はでもゲームとかね、野球観戦とかそういう、車の運転とかね、そういうのも趣味ですけどね。まあ、趣味はありますけど、はい、まあ、でもやっぱ写真が趣味の方もたくさんいらっしゃるじゃないですか、やっぱその方にお話とか聞くと、やっぱでも奥が深い世界なんだなっていうのはね、分かりますけどね。結構ね、その業界でも写真好きな人も多いよね。確かに、いらっしゃる。確かにそうなんですけれどもね、まあ、今回はね、特別コーナーで、僕たちも写真を撮ってみようっていう、そんなコーナーがあるのか。あるらしいです。あるみたいです。それは普段やってないコーナーなの。そうなんです。動画だからこそのっていうところで。じゃあお二人のね、なんか写真今ハードルちょっと上げちゃったから、ちょっと腕の見せ所のコーナーが今後あるということで。うわあ、自分たちでやっちゃった。オープニングから撮り直しますか。まあまあまあ、でもまあそういうコーナーがあるってことね。何を撮るのか分かんないですけどね、やってみていきたいと思いますけどね。、はい、まあ、なんかこんな世間話も交えながら、はい、仕事の魅力とかをお伝えしていこうという番組ですので、のんびりと付き合っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ、ここからはですね、改めまして、センチメンタルフォトグラフィー、略してセンフォトっていうんですけれども、センフォトがどんなゲームなのかっていうのをお話ししていきたいと思います。まずは簡単にストーリーの方をご説明いたします。はい、
恋愛の神様の手違いで心に思っていた大切な誰かの記憶をなくしてしまった主人公。忘れてはいけない大切な記憶、かけがえのない思い、忘れてしまった大切な誰かは一体誰なのか。フォトグラファーとして様々な彼たちと出会って恋に落ちる中で、主人公は大切な誰かの記憶を思い出していくという作品でございます。はい、そしてですね、はい、今回のゲスト前野さんが演じる完璧主義で恋愛ベタな CEO でございます。こちら炎上寺帝についてもご紹介していきましょう。はい、こちら病弱な兄の代わりになるべく幼い頃から父に厳しい教育を受けた完璧主義者、学生の時に起業し今や高級レストランを何店舗も経営している。一方で遊園地やアイスクリームなどの食べ歩き文化を知らず恋愛ベタで天然な一面もあるということなのですが、そうなんですよ、はい、どうですか、前野さんからこう見た。すごいキャラですよね。あの年齢は30歳っていう設定なんですけど、はい、まあ30歳すごい仕上がりぶりがね、そうですね、すごいと言います。30歳の時に何してました？30歳の時、はい、あのお酒飲んでゲームしてました。それはそれで完璧ですよね。30歳の別の方向で、別の方で別の仕上がり方してましたけど、確かに仕上がってはいましたけど、そういう仕上がり方でございますね。僕とは遠いところにいるキャラクターだと思いますよ。完璧主義なんですよ、また本当に仕事に対して一切の妥協はない、はい、まあ、それはまあ当たり前かもしれないんですけれども、それやっぱりねずっとブレずに、まあ、あの社員さんたちとかにもやっぱりその厳しい物事を言えたりもするし、でやっぱその主人公に対してはちょっとその完璧主義なんだけれども、ちょっとなんかその好意を持ってますみたいなのがちらっと見え隠れする部分とかもあったりして、そこがまたねちょっと男性から見てもかーこいつ憎いなっていうところがねあるキャラクターですね。完璧主義な人がこう、一瞬恋愛要素を出す時ってどう？そこでなんかねちょっとしたやっぱほころびみたいなのが生まれるわけよ。普段その付け入る隙がないほど完璧なんだけれども、あれ今のはもしかしてみたいな感じになったりするのよ。そうですよね。そこがまたね多分あの世の女性たちはきっとすごくキュンキュンするんじゃないかなと思います。僕のやってるのはあのそれこそバンドのボーカルをやってるんですけど、それ以外にもいろんな仕事しててやっぱりこうバンド以外の仕事もやらなきゃいけないんですよね。そうだよね、でもそういう部分でいろいろな葛藤があって、ギャップがやっぱりいろんな、もしかしたらそういう個性がねこのキャラの作品の売りの一つなのかもしれない。そうですね。天崎くんはどういう、僕のことは一言も喋れないですけど。はい、言いたい気持ちはあるんですね。なんで青崎くんがね、MC やられてるのかなって、あの冒頭のなんか PV にお名前がそうですね、あれ青崎くんないなと思いながら、逆に聞きたい、なんでなんですか。なんで僕ここにいるんですか。でも何かしらで携わってるってことは、そうなんです、それは言えるのかな。もちろ ん、 なんかいずれ僕がやってるキャラクターが出るよみたいな、どっかで何か出るかもしれない。ただ今はどんなキャラやってるかっていうのはちょっと言えない。このラジオもあの12月とかからずっと、はい、週2でやってるんですけど、一回も情報が更新されません。で、トキ君は知ってるの？僕も知りません。じゃあどんなキャラだと思う？確かにどんなキャラかな、青崎君だから、やっぱりこうキャンプが好きな。それはもう山から私の最新情報それ山に住んでた人間が出てきて、何も知らない状態で、何も知らないで言葉も話せないけど、いやいやいやちょっとずつ俺腹減った、いや腹減った。どうやって主人公と仲良くなるの？漫画肉みたいなの持ってこうやって持ってる。そういうベタなやつ、文明から取り残されてしまうキャラかもしれないと。それを最初ワンチャンあるよ。ヒロインがその野生の男を激写するところがたまたま映っちゃったみたいなやつ。そのブレてるけどちょっと野生の発見、僕も発見、野生の、やべ面白いなこれ。やばい、人気出るって絶対人気出るよ。だったらもう最初から PV に出しといた方がいい。それは面白いから、そういう一瞬でその写真だけ全然忘れたキャラみたいな。まあね、そんなキャラも登場するかもわからないわ、ね、からないきっとないとは思いますよ。そうなんですよね、はい、登場します。真面目な話にねちょっと戻したいので、けど前野さんのはあの、はい、その仕上がりがだいぶ違うみたいなお話されてましたけど、共通点とかってあったりしますか？共通点、ここは似てるなみたいな。やっぱりでも、まあ
な、まあ、それはみんなそうだと思いますけど、やっぱりまあ仕事に対し の、ね、あの妥協がないっていうところは、まあね、あの我々に通じるところでもあると思いますけど、うん、でもね決定的に違うのはやっぱり、嫌われることを恐れずにいろいろと物事を言えるわけよ。この仕事を絶対成功させるにはこうした方がいいっていう自分のプランを明確に、まあ、従業員たちに伝えることができるし、うん、俺ねそれがねなかなかできないんですよね、うん、なんかもっとあのやっぱ後輩たちとか見ててこここうしたらいいのになって思う瞬間あったりするんですけど、はいはいはい、でもここで俺がそのなんかあれを言うのは果たして正しいのかって僕一回考えちゃうんですよ。それ前天崎くん の、 あの、ね、あの番組にお邪魔させていただいた時に言ったかもしれないんですけど、はいはい、なんかそのね、この発言を自分がしていいものかどうかって悩んでるうちにその勇気を逃してしまうっていうんですか、現場とかでもそうなんですけど、そこがね僕と決定的に違うところですね。前野さん怒ったの確かに見たことない。僕ね後輩に怒れないんですよ。怒れないの。もうだからいいよ、もうあの、うん、ガンガン呼び捨てで前野とかって言っても、トモキあそのこっち来いよ怒ったすぐ怒ったまあ冗談ですけど、あんまねガチ切れはしたことないかも本当に。あ、うんうん、でも見たことないですね。そうそうそう、ないよね。だからね、やっぱね、嫌われたくないっていうね、ちょっと臆病な心が働くわけですよ僕は。うん、だからね、そういうところが決定的に違うなと思います。でもその優しさもなんだ、いろんな優しさがあるじゃないですか。それがあるからね。俺でも社長気質じゃないなと思いますだから。あ、なるほど。社長気質じゃない。なるほど。そういう部分がやっぱり、うん、そうなんですよ。じゃあ逆にこう、じゃあここまあ性格であったり彼のあり方で、うん、じゃあやっぱりこう凛々しく言おうみたいなことはこだわりましたか、お芝居の中で。そうですね、まあ、そういうところは確かにこだわりましたけど、でもね本当に自分と全く別な仕上がり方をしているキャラクターなんで、はい、結構ね演じやすいことは演じやすいんですよ。あのやっぱ自分とかけ離れてるキャラクターって結構自分の、理想に近いキャラクターっていうのが多いんで、はい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 、結構だからその理想を自分で演じればいいっていうところで、そういうところがすごくやりやすかったですね。逆にだから自分と近いキャラクターとかの方が演じるときに難しかったり、するケースが多くて、だから炎上寺帝はね僕の中でこういうなんかね来世はこういう人間になりたいなっていう、ある意味ねそういう理想でもありますから。だって30歳でこんなやり手、うん、そうですね、ね、もしワンチャン来世になれたらなりたいでしょ。だって何店舗も経営したいです。経営したいでしょ、はい、だって学生時代に起業してんですよ、うん、そんな考えたことある学生時代に起業とか。いや、まあ、モンハンのカルコとしか考えてなかったもん。起業ってだそもそも何をみたいなとこだったじゃん。確かに、ね、そもそも何っていう。何、うん、何屋さん起業したいですか。じゃあでも飲食は難しいってことね。むずいですよね。でも飲食やるとしたら 何、はい、何やる。居酒屋とかにする。焼肉とかにする。もう喫茶もうコーヒー好きだから喫茶店やりたいから。喫茶店もなかなか大変だ。大変でしょうね。覚えること多いし、安定した豆の供給を得るためにやっぱりいろいろね、いろんなところに行ったりもしなきゃいけないでしょ。でもさ、いろんなお客さんいてさ、全然コーヒーにこだわりないお客さんとかも来るわけじゃない。そうそう、客に対しての悪意。お客様への悪意がすごい。いろんな人来ますから。そう、だからそういう方たちにもね満足してもらえるものは何かとか突き詰めていくとすげえ大変だと思う。どの地域にやっぱりね、そうそうそう、ターゲットをどこにするかも。そう、なんかそうオフィス街にするのか住宅街とかにするのかとか、それによってやっぱ層も違うじゃない、うん、めちゃめちゃ。でも意外と起業する気あるぐらいリサーチしてるんですよね。具体的な話が出てきた。お話はお聞きしますけど、でもやっぱ厳しいってどの業界もそうだと思うけど、うん、じゃあとりあえずこれなんとなくざっくりこれやってみたいなっていう起業したいこと。起業か。でもマリさんゲーム好きだったり。ゲーム好きだけど、うん、あでもそうだな。でも一時期、まあ、今も好きだけど、カスタマイズできるサンドイッチ屋さんにすごい週5ぐらいで行ってた時があって、はい、僕だからサンドイッチ屋さんやりたいなってその時は本気で思いました。いつか俺フランチャイズ店のオーナーになりたいなって考えましたから結構、うん、結構ガッツリしてるところまで1以上も描きましたね。前のサンド、うわ、そうそうそう、前のサンドなのかどうか分かんないけど、まあ、某有名チェーン店ですけど ね、 あ、そうですね、自分で選べる。浜ちゃんどうですか、やってみたいこと。僕起業したい。いや、浜ちゃんはでも詳細ありそうだよ。ありそうですよね。僕でも最近だったらキャンプギアのお店。え、何、キャンプギア。キャンプ道具、キャンプ道具のお店とかはやってみたいなって、なんか好きになっていろんな店舗行くようになったんですけど、なんか皆さん穏やかなんですよね。あ、自然を相手にするのって結構穏やかな人多いよ ね、 多いね。サーファーも確かもそう。確かにそうかもしれない。だからなんか穏やかに過ごせるし、
まあ、経営者だから お金もたくさん手に入るだろうし、いや、まあやり方次第だよね。穏やかとお金のあると思うね。まあでもちょっといいなって思ったりしますけど、なるほどね、うん、まあ、まあそういう企業っていうのはね、10代のうちに若くしてされてるキャラクターなわけですからね、うんうんうん、相当いろいろね修羅場もくぐってきてるでしょう。そうですね、いろんなギャップが多分見れるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、うんうんうん、素敵なキャラクターですよ、はい、まあ、そんなね、まあ、あの帝さんですね、はい、あのどういうキャラクターなのかっていう部分もっと知っていただきたいということで、はい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 、次はですね、あのゲームをやりながら、なんそう今まで一度もやってなかったんです、ラジオの中では、うんうん、なんですけど、もう本当に間近にリリースということで、まあ、スターリリースされるわけですからね。ですですです、ちょっと先取りして、ゲームを実際にやりながら、はい、どんなゲームなのか、そして帝さんがどういうキャラクターなのかっていうのを進めて、あのちょっとご紹介していきたいと思います。お願いいたします。改めまして、千穂とはですね、6人の彼との物語を楽しめるゲームで、はい、6人の彼の物語はそれぞれが独立しています。ほうほう、うん、独立した物語になっていますので、皆さんの一番のお気に入りの彼の物語をじっくり楽しむこともできますし、6人の彼の物語を別々に少しずつ進めていくということもできます。で、彼との物語、まあ、それこそ帝さんたちとの物語はですね、記憶を失った主人公がもう一度彼と出会って、はい、愛を恋を育みながら大切に思っていた彼の記憶を思い出して結ばれるまでを描いたメインエピソードがまず本編。本編そして、このメインエピソードを進めていくにはですね、はい、ゲーム内でお仕事っていうものをプレイしなければいけません。で、このお仕事をプレイをしてエピソード解放とかゲーム内のアイテムとかを集めていって、はいはいはい、そのアイテムを使ってエピソードを解放していく、解放していくと、はい、そういう風にやっていくゲームだそうです。ほうほうほう、なるほど。その、お仕事をプレイしてメインエピソードを進めていくということなんですけれども、はい、はい、それだけじゃないんですよ。そうなんですよ、はい、でしょう、このメインエピソードの他にはですね、カードエピソードというものもありまして、カードエピソード、はい、こちらゲーム内で SSR フォトカードをゲットすると、はい、そのカード専用のカードエピソードが楽しめます。そして SSR フォトカードには3話分の音声付きエピソードが収録されています。はい、うん、お仕事などで得られるいろいろなアイテムを使って、うん、フォトカードを育成していくと少しずつエピソードが解放される形となっております。いいですね。そしてその SSR フォトカードのエピソードはですね、はい、主人公が彼の記憶を取り戻し、うん、お付き合いを始めた後の物語となっております。なのでね、彼とのラブラブなエピソードが盛りだくさんになってます。でしょうね。はい、楽しみにしててほしいんですけども、うん、この SSR フォトカードは各彼ごとにさまざまなカードを用意しておりますので、彼ごとにたくさんゲットしてフォトカードを育成してエピソードを楽しんでください。なるほど、各彼ごとにいろんなエピソードがあると。そうですよ、SSR、そうですね、緑緑エピソード結構いっぱい撮りましたもんね。撮りましたね、確かに撮りましたよ、ね、追加収録も何度も行きましたからね、うん、ディレクターさんがですね、あの毎回行くたびに年次庵の飴を取れるんですよ。いいですね、あのもうこれ以上いらないですよっていうのに、いやー持ってってください。必ずもうだからうちのね、いやありがたい話ですよね。すげー今いっぱいあるんですけど、ね、多分3年ぐらい先まで美味しいですからね。さあということで、はい、いろいろお話ししてまいりましたが、今回はそう改めまして前野さんに、はい、と一緒に、はい、あのリリース前のゲームを途中までプレイをしていこうと思っておりますよ。さあということで実際にやっていこうと思いま す, ます。さあということで準備整ったので、はい、アプリゲームをやっていきたいと思います。やった、はい、時給は僕が触らせていただきますが、はい、3人で一緒にいろいろ見ていきましょう、はい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 、さあまずこちらの画面、こちらが多分ねホーム画面という画面になると思うんですけれども、ね、うん、早速帝さんがここに立っておられますね。さあこの時点でまずこのね帝さんをタッチしますと、触るのか、ちょっとそんな大丈夫大丈夫か、ちゃんとで消毒してから触れよ。そういうそっちそっちですか。僕の思ってたのと違った。失礼しました、ね。さあここでね、はいはい、触ると、はい、なんとなんと喋ってくれるんです。いやいやいや、お前のおすすめの店だと。おすすめの店。おい、大丈夫か。辛辣。まともな店だろうな。どういうことですか、ちょっと。これはレストラン経営の人に言われたら、まあ、そうそう、やっぱね、まあ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 、目超えてますからね。緊張しますね、かなりやっぱり。おすすめのお店ですよ、どこですかね、おすすめのお店。まあこういうことをね、いっぱいね、こうやって喋ってくれるんですね。はい、まあ、シチュエーションによって多分喋ってくれる、いろいろ多分時間帯とかね、変わるかな。さあそして、まあ、先ほど言ったお仕事っていうのはあるんですけれども、お仕事はですね、うん、まあ、そこでいろいろなもの
をゲットするんですが、はい、その時にはその、ね、帝さん以外のたくさんのキャラクターが登場します。そうですね、たくさんのキャラクターが登場すると大人の都合で番組に載せられません。そうですね、なので今回はお仕事のところはやりません、はい、実際に皆様プレイしていただいて、まあ、明日プレイできるわけですよ。ですね、ちょっとそこでデータの楽しんでいただきたいと思いますので、うん、はい、今回はですねストーリーを一緒に読んでいこうと思います。こちらのね、下に並んでいるところの右から3つ目エピソードってところ見えますか、はい、はい、ここを押します。ポチ、はい、そうしますとこのね彼とのエピソー ド, のエピソード、そして、まあ、主人公の私のエピソードあるんですけれども、こちらの彼のエピソードをタッチしますと、はい、手書き文字で可愛い、はい、キャラ、いろんなそれで、しかもチェキを取ってね、チェキで名前書いてるみたいな、本当だ、それぞれのキャラクターが出てくると、はい、出てきます。でこの中からストーリーを選んでいくんですけれども、はい、今回は帝さんをタッチ、ありがとうございます。メイン、カード、サイド、ログインっていろいろなところもね、確かに、はい、これね第1章2章3章めっちゃあるんですけれども、長いね、たくさん撮りましたからね、はい、この中の第3章をタッチします。3章それだけでもねこんな十何話あるんですよ。そういうことか、はい、ボリューミーな内容になっております、はい、今回はですね帝さんのかっこいいところとそのキャラクターがより分かる4話っていうのをやっていただきたい、3章の4話、はい、やっていきたいと思います。こちらです、いいですか、準備いいですよ、はい、こっち、異星人が襲来してね、そんなシーン、そんな話じゃない、一章二章何があったんですか、はい、そんな話はない、写真関係ある、あこれ主人公ですね、可愛 い, いんですよ、可愛 い,、ね、ま、いいのよこの子、そうですね、うん、よろしくお願いしますと、お、うん、何をやってるシーンなんでしょうね、これはね、コンセプトはあお家のリビングですと、はいはいはい、どういうことプレゼンしてるのかな、このね、おこちらなんと相沢ゆずきくんはですね、はい、僕がやらせている相沢ひかりくんの弟だと、はい、弟、ええ、相沢兄弟オウム返しそうです、ね、ご本人なんで、ね、分からないです、ほう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 、健康的プレゼンしてますね、はいはい、プレゼンしてます、ミーティングですね、やっぱり、早く緊張すんだよ、この CEO にプレゼンするなんて、そうですね、見定めているわけですからね、頑張れ頑張れ、あ、靴は脱いで、あれ上がりですね、上がりですね、いやちゃんとしてますね、いやじゃあこのね結構細かいところまでやっぱ見るのよ、はいはいはい、帝さんはちょっとでも落ち度があるとこう言いそうね、ちょっと結構グイグイ来るわけよ、気になる部分を結構ちゃんと辛辣な、これがね先ほど言った僕との決定的な違うところです、ちゃんとズバズバ言えるっていう、思ってることもちゃんとね、そうそうそう、我慢せず、うん、我慢ちゃんと言えるっていう、なるほど、具体的な案はと、でもちゃんと答えられるのよ、すごいですね、そう、うん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 、駅直結の場所でガラス面を大きくして、そうちゃんとね理にかなったあのプレゼンをしてくれるケースも多くてね、うんうん、そしてはい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 、いや難しいぜこれ、どこを重視するかとかさ、うんうんうん、ターゲットを さっき言ってたね、そう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 、どこをターゲットとするかっていうことですね、すごいね、あの勉強になるお話もたくさんありました、コンセプトには沿っていると思います、思います、いいじゃないですか、褒められた、しかし経営面で不安要素が多い、いやそうなの、ね、厳しい、いやもう全体をねもうまんべんなくやっぱね高いレベルで見てるから、ね、なんでアプリにこんなに心を締め付けられる、勉強になりますよこれはね、うんうん、確かにそうですよ、ね、そうだそうだ、ね、将来あの喫茶店出す時のね、そうそう、あの勉強にもなると思います、そうそう、あのキャンプお店出す時のね、はい、勉強にもなると思います、こんな怖い人の下でいるの嫌だグーの音も出ないから、徳さんと一緒今の飲食店経営には様々な費用、そうコストが必要、なるほど、ごねごね綺麗事じゃないんですよ、そうです、ね、節約して経費を切り詰めることが最初は難しくても、うん、ゆくゆくはコストを減らして運営できる計画をあらかじめ作っておくことが重要になります、うわめっちゃためになるじゃん、その通りその点はどうお考えですか、お考えでしょう、まあ、確かに言えますか、頑張れ、お、はいはいはい、でもちゃんと調べてるんですね、いいぞいいぞ、作ってきてる、これは甘いですね、甘いと、あら何かが足りないと、まだポイントが辛い、足りない、満席率や可能客席稼働回数、そう、あと客単価をきっちり出して計算し直してください、客単価をきっちり出せと、めっちゃ具体的なワード出てきますね、あの経営者としては素晴らしいと思います、すごいですね、それから時間帯や曜日別で計算、そこまで考えるのか、同じ時間でも時間帯で大きく数字が、まあそうですよね、土日とかの方が逆に、土日とかね、バイトタイムとかもありますからね、どうしようもないですよね、そのあたりも見直すように、確かに
あでもめげない、うん、ちゃんと入ってね、うんうん、前向きな姿勢で言えると。強い、向上心が強いね、やっぱりね、これは予想外、予想外、あれ意外といい線いってたんじゃないか説。うわー、ちょっと感心してるそうでしたね。さあどうなるんですか、これ、めちゃめちゃ痛いですけど、これは面白いね、普通にね、お話に聞こえるかもわからないです、本当にね。いや、やっぱ主人公がちゃんと前向きにちゃんとチェックして、うんうんうん、しかもちょっとこれは予想外ってことは結構ちゃんと結構良かったのかもしれない、うん、なんですね。何が予想外なのかまだわからないですけども、もしかしたらそのめげない姿勢が予想外なのか、うんうん、出してきたプランが意外とそのなんかね理にかなったものだったのか、なるほど、 服めっちゃ好きじゃなかったとか。いや予想外だ、予想外だ、会話のまあ何が予想外かっていうのは多分この後のエピソードで、ね、明らかになっていくんだと思いますけども、あともう見知らぬ言葉出過ぎた、あの可能客席稼働回数って何ですかあれ、客単価とかもちゃんと考えたことなかったもんね、すごいですね、めっちゃ具体的なワード専門知識がたくさん出てきて、そう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 、リアリティが増しますね、確かに、話にさすがですね、はい、さあということでね、気になるところたくさんいっぱいあるんですけど、ね、はい、まあね、明日できるわけですよ、いよいよですから、もうそっか、で我々は基本はやっぱ自分のシナリオしか、うん、あのアフレコ収録の時はわからないわけですけれども、はい、これからって各キャラ分こんだけボリュームたっぷりなお話があるってことですよ、ですですです、バンドマンの話とかもさ、だってまたこれとは絶対別な話になってるんですよ、本当作品アプリ違うんじゃねえか、違ってた、客単価っていうワードは言った、言うわけないじゃん、言ってないか、いやあ あいつ全然物販買わないから客単価引きんだよ、全然違う話がさキャラごとにたくさんあるって考えると、ね、これはもう無限な楽しみ方があるわけですよ、ね、はい、いや続き気になりますけれども、ね、それは皆様の目で、ね、耳でプレイして、明日できますから、はい、よろしくお願いします、明日からできますから、はい、お願いいたします、はい、さあここからはですね、もうリリース前なんですけれども、うん、はい、ラジオにはたくさんメールをくださるんです、皆さん、ありがとうございます、なのでメールを、紹介していきたいと思います。さあじゃあ1つ目はですね、僕が紹介させていただこうかなと思います、はい、5つ目はですね、おもちもちもちさんからいただきました、ありがとうございます、トキさん、まさきさん、ゲストの前野さん、こんばんは、こんばんは、前野さんがゲストにいらっしゃるとのことで、はい、お三方の軽快な面白トークが聞けることを楽しみにしていました。前野さんが演じる炎上寺帝さんは完璧主義者ですが、はい、皆さんが自分のここが完璧主義だなと思うところ、完璧だなじゃなくていいです、完璧主義だなと思うこだわりはありますか、よかったらお話ししていただけますと嬉しいです。完璧主義だな、いやあるそんなところ、皆さん、僕はもう昔は完璧じゃなきゃいけないって結構キュッてなっちゃってたんですけど、もうある時バッて弾けてもう何でも大丈夫って思ってますなんかそのある時弾けちゃって、そう、いい塩梅でいいなと思ってますけ ど、生き方は確かに俺もそうかも、もう何でもいいやってなってないと、いろんなことでこうちょっと神経質になっちゃったりとか、あだけど遊びとか趣味に関して、お仕事もやっぱりできれば完璧主義でなきゃいけないと思うけど、でもよりなんかこうやれ何こう楽しいことに関してはこだわり持ってやろうかなって思うんですね。なるほどね。あの、まあ、すげえ極端な話で言うと、うんうん、あのほらまあいいやポケモンあるじゃないですかいやいいですよ、大好きですよ、僕一つの例えば6匹選ぶでしょ、はいはいはい、僕ボール全部統一するんですよ。あーボールって 何種類もあるんですよ、ね、このパーティーの時はこのボール、もうヒールボールでいいやと、そうもう全部ヒールボール、全部そのダイブボールとか、全部ウルトラボールとか、全部その6匹は全部同じボールにするとか、こだわりだ、モンハンとかだと装備もちゃんとそのキメラと呼ばれるガチャガチャにならないようにこうやつとかやったりとか、なるほど、なんかそういうな遊びの中でのこだわりは多いかなと。なんかキャンプ道具買う時のこだわりとかない？キャンプ道具も結局やっぱ同じメーカーで揃えたくなってくる。なそうそれだよね、それが多分完璧主義じゃないけどこだわりでしょ。そうでもなんか実用性とのこの兼ね合いで、この道具はこれ使いたいっていうこだわりも出てくるから、そこが難しいところで、その塩梅だよね。そう面白い、それは確かにそうかも。前野さんどうですか？あでも俺もねそういう統一はね、はい、あのすごくしたくなる、やっぱり。本当ですか？やっぱりあの作業部屋の家具とか同じメーカーさんで揃えたりとかっていうのもしますし、あとは、まあ、例えばあ、まあ、
誰々さんと飲みに行きますあの店に行きますみたいな時になった時に、はい、あのそのお店のメニューとかあらかじめ見て、はい、これと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 これは頼んであこれを最初に飲もうかなみたいなそういうプランみたいなのは立てますね、はい、立てるんだ立てますね、はい、うんそういうところだけは完璧かもしれないですけれども、はい、あとはでも割ともうねさっき天崎君おっしゃったように、はい、なんかもうねなんかもう なんかどんな状況になってもいいやみたいな感じのね心構えていますけど ねなんかそれもあるし大人になったというかいい意味でこうゆったり構えられるみたいなところは柔軟にできますよ、あるかなと思います、ね、なんかさ計算しすぎるとさそれ以外のことが起きた時になんか対応しきれないんじゃないかっていう不安もちょっとあったりするじゃない、ね、逆にもう本当ピンポイントにこれだけは絶対譲りたくないみたいなものってあります、うん、これだけは絶対譲りたくない、うん、そうだなやっぱでも自分の趣味の時間ってやっぱある程度大事にしたいから、はい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 、そこはやっぱ自由にずっとしたいなと思いますね。これからね50、60とかになってもそうです、ねうん、ずっとゲームしたいしずっと野球観戦したいし、はいはい、そこはねやっぱ大事にしていきたい、うん、譲れないのありますかお二人これはもう絶対譲れないぞと俺からこれを奪ったらもう誰であろうとぶっ殺すぞみたいなだいぶ言いづらくなっちゃいますけど譲れないものありますか俺から炭酸水を奪ったらお前らちょっとあれだぞって炭酸水ねあばちゃん炭酸水いつも飲んでます、ね、炭酸水はそうかもしれないです ね炭酸水を奪われたら僕はもうお仕事ができなくなってしまうかもしれないもうじゃあぶち切れ案件なわけやそうですねドカッと来いっていつかね言うようになるかもしれないですそうですよねあの自分で買ってますからね譲れないですよね確かにね炭酸水は譲れないかもない、ね、そうか、うん、あるおもちゃおもちゃあのもう何をモチベーションに俺はこう何のおもちゃですかそれはいやどういうことですかどういうことですかそれはどういう質問ですか言えるおもちゃ言えるおもちゃやかましいわいやそもそも言えないおもちゃって何のおもちゃですか男の子が大好きなそれこそそのねベイブレードとかまあいろんな、まあ、おもちゃ全般が好きなんですけど僕がやっぱりこうねいろんななんかこう余裕がちょっとできた時に家で遊ぶものってそういうのが多いんですけど、はいはいはい、もうそれを制限されたら僕は多分もう家を壊すと思います、ね、もうやばい破壊心もう壁という壁に僕はもう持っているベイブレードぶち込むバーンゴッシュバーンベイブレードだけは持ってるなるほどね。ありますからね。ありますね。はい、じゃあもう一つ行きましょうかね。はい、行きましょう。続いてラジオネームタイガーさんからいただきました。ありがとうございます。ときさん、あまちゃん、ゲストの前田さん、こんにちは。こんにちは。皆さんは写真に撮られる時のお決まりのポーズなどはありますか？私はですね、急にカメラを向けられるととっさにダブルピースをしてしまうので、どの写真を見てもダブルピースで写っていて少し恥ずかしいです。ポーズのバリエーションを増やしたいので皆さんのよくやりがちなポーズもしくはおすすめのポーズなどを教えてほしいですなるほどあーポーズねポーズむずい僕もこれよくやってますやりますねダブピはやりがちだよ、ねうん、やりがち、うんうん、ですけど他なんかあんのかなでもアマちゃんは、はい、あの上向いてへーってやつやるよねやるでしょやるなんか持たなきゃいけない時それをこうやって持ちがちこれへえ、かわいいなってそうやりがち、あと目線外しがち、ああ、なっちゃうなっちゃう、見れなくてなんかへえってなっちゃう、うん、確かに。わかるわ。前野さんはなんかこう後輩が撮っていいですかって時に、うん、って顔してる。そんなことやりますか？今にも襲うぞみたいな。確かにやるかもしれない。ええ、うん、トキ君なんだろう？僕城之内ありますね。カメラチェックされた時に。悪い顔やな。やるげえ。まあ癖みたいなのありますよね。とっさにやってのやつとか。次回。次回の時はもうなんかこう倒れ込むみたいな。やりますね。ああ。この中でね、なんかいいやつがあったら、試してみますか。まあ、みんな大体ふざけてる時の顔でしたけど。つけていきたいですけどね。はい、ね。じゃあもう一つぐらい行きましょうか。お願いします。マッキーさんからいただきました。ありがとうございます。トキさん、天崎さん、ゲストの前野さん、こんにちは。こんにちは。前野さん演じる炎上寺さんは完璧主義者なのに恋愛ベタで天然な CEO というてんこ盛りな設定で、うん、ギャップ萌えすること間違いなしなので、どこでキュンとさせてくれるかとても楽しみにしています。あ、うん、ありがとうございます。さて、ホームページに炎上寺社長じゃなくて帝さんだろというセリフが載っていますが、皆さんは他人の呼び方や自分の呼ばれ方へのこだわりはございますかと。まあ社長じゃなくて帝さんだろと。なるほど、はい、言ってますけれども、そんなこだわりは。こだわり呼ばれ方ですか。こう呼ばれたいみたいなことですね。こう呼ばれたい。
ないなぁ。あ、天崎くんはあるようで。僕あの天崎なので。天崎はあかんすか。あ、ザキももうそんなものはもう僕はダメですよ。ひっくり返しますよ。だって天崎ダメだ。確かにね天崎もダメダメ。そんなものはもうブチ切り案件ですけど、うん、もっと細かいので言うとそのアマの後にアマちゃんつけて、アマちゃんって呼んでくれること多いんですけど、アマちゃんっていう人が結構いるんですよ。あ、俺言ってるかも。アマちゃん。あ、アマちゃん。アマちゃんって確かに徳さん言ってる。アマちゃん。アマちゃんなことが多くて。アマちゃん。違います。あ、違います。アマちゃんです。あ、まあ確かに。アマちゃんがいいんだ。アマちゃんがいい。アマちゃんがいいの。平板だとなんかちょっと大丈夫ですか。大丈夫。まだまだペーペーみたいな。そうそうそう。お前はまだまだアマちゃんだからっていうのに近いかもしれない。確かに。アマちゃんがダメってことか。ジュース、あの、わかんなくなってきました。あれ、アマちゃんは、アマちゃんが合ってるってことでしょ。アマちゃんが合ってます。アマちゃんがダメってことでしょ。アマちゃんがまた、まあ、ちょっとどっちかって言ったらアマちゃんがいいなっていう。アマちゃんにしろ。アマちゃん、そうなんですよ。アマちゃんは、アマちゃん、コテちゃんみたいな。アマちゃん、アマちゃんって呼ばれたら帰ります僕。こだわりが強かった。結構強かった。家に帰ります。なるほどね。こう呼ばれ方のこだわりか。確かにそれはこだわりかもしれないね。そうですね。僕逆にもうあのトキっていう名前がかっこいいじゃん。いや、そうなんです。その動きトキとか。そうそうそう。いや、わかるんです。ただ動きは今だからこそトキって結構知れ渡っているというか、その NHK にも出ましたし、あのあるんですけど、結構もう僕が高校ぐらいまではまあ読み間違いが多かったんですよ。なんて読まれるの？これ読み間違い。トキ、トギ、ドキ、ドギ、トサ、もう何でもトサまで行っちゃった。トサは無理があるぞ。いや、でもあるんですよ。相当感情を得ない人だよそれ。でも結構な頻度で2割はトサでした。トサ。雰囲気で読んでる。そう、雰囲気で読んでんのよ。ああ、そうなんだ。でだったからもうとりあえずトなんとかとかドなんとかの時には反応するっていう、あのなんだろう、こう意識が芽生えて、自分かもしれないっていう。高校ぐらいの時はとりあえずもう反応してたんですけど、高校2年の時にすげえライバルが現れまして、俺がトキじゃないですか、俺の次の出席番号がドギってやつがいたんですよ。なんで同じクラスにしたんだろうドギか。こりゃもうわからん。これのことをドギって言って、先生は後ろのドギのことを指す時もあるし、先生も間違えちゃうもんね。先生も全然間違えるしっていうので、もうすごいわけわかんないことになったし、なんですけども、だから本当にこの業界に入らせていただくまでどんな呼び方でもとりあえず反応してましたね。あ、そうなんだ。なんですけど、とある先輩が、その、まあ、君がそうやっていろんなところに反応してくれるのはすごい優しい、あの専門学校の時だったんですけど、なんだけど君はちゃんとトキっていう名前なんだから、ちゃんとトキっていう風にその時には私トキと言いますってちゃんと名前を言ってあげるのも正しい、その自分の家にとって正しいことだなって言われたから、できた人や。そこからはちゃんとこうそういう風に言うようにしてますね。同じクラスにラオウ君がいればね。人盛り上がり。僕がね、部活に入った時にあの僕がトキで名前が強かったから、あの横にいたやつがあだ名でラオウって名前がついたやつもう巻き込み事故じゃねえか。そう、全くラオウ要素ないのに得意なものがピアノのラオウ繊細正気まずかっていうぐらい名前が強かったから。そうそうそう、いろいろね、強い名前でしょうね。でもね、本当に、まあ、今でも本当に個性ですからね、それもね。ありがたいな。いいな、そういうの。全然ないんですよ、そういうこだわりとか。ないです。あまりになさすぎて、俺あのまあ若干やっぱこじらせてた時期が結構長かったんで、ずっと貴公子って呼ばれたくて、ずっとだから、あのアドレスもメアドのアドレス、あのメールアドレスもずっとあの暗闇の貴公子だったんです僕。もうローマ字で、ローマ字で暗闇の貴公子っていうアドレスで、ダークネスプリンスとかじゃなくて、暗闇の貴公子ってマジでやってて、でかっこいいだろうって思ってたんですよ。かっこいいだろうと思ってて、で、あの、まあ、いとこと会った時にちょっとアドレス交換しようよってなって、3つ下の、女の子のいとことアドレス交換した時に暗闇の貴公子出せーって言われてあ、俺これ一般的な感覚ってダサいんだって、その時初めて気づいた。それは高校生ぐらいの時です。前野さんの一番のオタクなところを見れた気がする
いや貴公子って名の響きにめっちゃ憧れたんですよ。まあそうですね、ダフィールドの貴公子とかさ、なんとかの貴公子ってやっぱいるわけよ。ありますね。いろんな各界にね。それなんとかなりたいなと。なんかなりたかったんですよ。クレーンの貴公子に。言われてアドレスは変えたんですか、その。アドレスはちょっと変えました。変えたんだ。ちょっと変えました。やっぱ気になっちゃうんですね。ちょっとそうなんですよ。まあ、そういうのがあったんですよね。面白い。いや面白いな。呼ばれこう呼ばれたいっていうのはありましたけどね。まあ他にもねちょっとたくさん紹介したいんですけれども、まだまだコーナーがありますので。ここまでとさせていただきたいと思います、はい、ちょっと本編とか普通のラジオの方にも前野さんちょっとお越しいただいて、ぜひそっちでもねお便りいっぱい読んでるので、はい、紹介させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、皆様お便りありがとうございました。ありがとうございました。それではここからはですね、いつもの、番組コーナーにお付き合いいただきたいと思います、はい、忘れられなかったあのセリフということでですね、はい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 、こちらセンチメンタルフォトグラフィーはですね、主人公が失ってしまった彼との記憶を取り戻していくゲームでございますが、はい、このコーナーでは逆に今までの人生の中で言われた、または、またはですね、自分が言った忘れられないセリフを送ってもらい紹介したいと思っております。忘れられないセリフですか。そうなんですよ、毎回届いてるんですけども、ちょっとね前野さんにもお付き合いいただきまして。忘れられないセリフ、はい、ありますか。なんかいや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 、ありますか。むしろ忘れられないセリフ、まあないです。いや忘れました。思い出したら言います。僕はありますよ、忘れられないセリフ。専門学校の時飲み行って、うん、みんなで飲んでた時にすっげー盛り上がったんですけど、その後その、まあ、先輩と同じ方向で2人でこう帰ってたんです、うん、そしたらその先輩と僕がこう何も沈黙の中こう帰ってたんですけど、帰りその改札入る直前でクルッて振り返って、うん、トイ君って2人だけの時クソつまんないよねって。忘れらんねー、忘れらんねーなー。すぐ次の日話し方の本買いました。わかります。あれも心ある。忘れられないのはあるな俺も。でもあります、うん、でも一緒に帰って友達に噂されると恥ずかしいしって、やっぱそれは忘れられますね。それ最低ですね。恥ずかしいってなんだよ。まあ某有名なセリフなんですけど、これはね。一緒に帰って友達とかに噂されると恥ずかしいし、あの隣の家に住んでる幼馴染の子に言うのね、あのときめきの、ね、ときめきのね、あれは忘れられないです。あのその中の方の、そうそうそう、それはセンチメンタルフォトグラフィーの話だよ。メモリアルの話。メモリアルの話。マネージャー、皆さんからもこんなのが届いておりますので、はい、紹介させていただきたいと思います、はい、まずはラジオネームあゆたんさんからいただきましたセリフです。はい、天秤座をね、忙しい時ほど輝くんだよ、というセリフでございます。これですね、そんなだよそれ。いやもうよ、ね、あゆたんさんおっしゃってるんですから。そんないいシチュエーションあります。天秤座、天秤座が忙しいほど輝く、輝くっていうね。そうなんですね。あ、そうなんだ。まあ、ちょっと、まあ、続きがありますので聞いてください。昔ですね、どこかの占いで見た言葉なのですが、その当時とても忙しくて心がすさんでいたタイミングでもあったので、なんだか救われるような気持ちになったことを覚えています。だ、占いで見た言葉だったなるほど、ね、書いてあるので、それからは忙しくなってくると、私今輝いてると思えばさらに頑張れるような気がしてくるので、今でも大切にしている言葉です。というこれ使えるんじゃない。どういうことですか。お前は頭上に輝く天秤座を見たことがあるか。なんか違うセリフっぽい。それこそ前野さんが、後輩たちがちょっと忙しくても全然もうなんか休みない、めっちゃ休みほしいし、先輩、お前は頭上に輝く天秤座を見たことがあるか。どういうことですか。あるって言えそば。そこあるって言っとけ。なるほどね。そのロマンチックなね、いいですよね。ちょっと自分の星座も見てみたいですけど、ね、確かに確かに。光輝くね。ありがとうございます。こんな感じで、はい、まずこのカメラ目線でそう、セリフを言っていただいて、いい、皆様の、思い出を読んで、確かに勉強になるこれ、うん、はい。じゃあ僕も読ませていただきたいと思います、はい、スノーさんよりいただきました。はい、いきます。いつもたくさん買っていただきありがとうございます。
はい。大丈夫か、それ大丈夫か、それ。え、どういうことですか。大丈夫か、ちょっと見つぎすぎてるみたいな。なんか今のねやつだけ聞くと、本当ドンペリみたいなね。そうドンペリ、たくさんドンペリ。違います。違いますよ。よかったよかった。よく行くコンビニの店員さんに言われたセリフです。素敵。うん、私はコンビニに行くといろんなものが魅力的に映ってしまい、ついついたくさん買ってしまう癖があります。100均とかもそう。ある時店員さんらしき方にいつもありがとうございますと言われてしまい、顔を覚えられていると途端に恥ずかしくなってしまいます。それもわかる。ちょっと買いづらくなってしまったので、今は少し遠いコンビニで買うようにしています。そうなんだ。皆さんは店員さんに顔を覚えられるのって大丈夫なタイプですか？あ、そう、これ聞きたかったんですよ。なんですか？結構苦手な人多いんですって。多い、難しいよね。どうですか？確かになんか恥ずかしいって気持ちはある。うん、確かにいつも買ってるっていう、なんか自分の習慣がなんかバレてたんだっていう。それはあるね、確かにね。僕商売人の家なんですよ。僕あの実家が商店街の人間なんで、なんかその逆に、なんだろう、こうそれを嬉しいと思ってくれる人が多かったから、僕もそういうの覚えてもらうの嬉しいタイプなんです。なんかさ、なんかあだ名とかつけられてんじゃねえかとか思うとすごいドキドキするんだよね。あの妖怪うまい棒ばっかり買う、そうそうそう、あいつうまい棒ばっかり買うから、うまい棒おじさんみたいなね。そうまさうまい棒来たよ。そう、絶対さ、絶対やりがちじゃん、そういうの来たね。やりがちじゃない。やっぱ飲食店とかでアルバイトをね、させていただいた経験とかもあって、やっぱり必ず同じ毎回メニューをね、毎回同じものを頼む方とかいらっしゃるわけよ。なるほど。結構頻度が高くて、結果やっぱそのメニューの名前でお客さんのことね、またあの方いらっしゃったみたいなね、感じのこともあるし。まあポジティブな意味ですね。そう、ポジティブな意味ね。オムライスお兄さんです。とかね、だから自分もそうなってんじゃねえかとか思うと、なるほどね。なんか、またあのエナジードリンクしか買わない人来たよみたいな。それはもう前野さんの心の問題じゃないですか。鏡です、鏡。そう、だからちょっとたまには変えて、ちょっと一緒にウーロン茶もとかさやるわけよ。はあ。なんかちょっとあの変えてみようみたいな。なるほど。散らすんですね。そうそう、散らす。結構前野さんめんどくさいんですよ。そう、印象操作をね、印象操作したいよね。そう、あのバイトとかで飲食店にも働いてたし、本屋さんでも働いてた時に、こうなんかこういつもは買わないんだけどねっつって、ちょっとこうセクシーなものを買う人とかいるんですけど、そう、僕に言ってくる人。なるほどね。わざわざね、覚えねえから、いちいちそんなの。わかんねえじゃん、だってさ、そんなさ、ね、買ってても気にしないですよ。確かにね。そうなの。なんかあの難しい実用書とかの間にこう挟んで、あのわちらされてる。あのね、ピンってしたらレジに出るんだよ、ちゃんと。そういうタイトルがさ、バレないようにちゃんと挟んで買ってもダメなのか。昔エッチなビデオ借りるときにそういう人いましたよ、ね。カモフラージュとかする人はね。いましたけどね。ありましたけどね。ありましたけどね。そうなんですね。確かに、ね、気にされる方もやっぱりいますよ。多分いると思います。なるほど、はい、なるほど。じゃあ続いていきましょうか。っていうね、お話でございました。はい、じゃあ前野さん、お願いできますか。続いて、きなこさんからいただきました。いきますよ。君の指ってすごく綺麗だね。これ一番、これ大丈夫ですか？君の指ってすごく綺麗だね。何がですか？指が綺麗なんてよくあることでしょう。今何を想像されてる？相手の指を凝視することなんてどんなシーンですか？それはですよ、大学1年生の時にきなこさんが同じサークルの先輩に言っていただいたセリフだそうです。まあ、その当時大学デビューをしようと、できるだけ身だしなみに気を使おうと思い、お化粧を研究したりネイルをしたりと試行錯誤していました。そんな矢先、サークルでのご飯会で先輩に手を握られて、このセリフを言われました。ちょっと、その時はまた、まだ男性とはあまり話したことがなかったので、とてもドキドキしましたと。山ちゃん、これどうですか？先輩よ、まず。いや、本当同じ世界の話。そうですよ、ご飯会で手を握られて、君の指ってすごく綺麗だねと。やってんな。やってんな。まあまあやってんな。やってますよね、これ。手を握るても、まあまあやってるよ、これは。こう手をこうやって持って。綺麗、なんか。やらしいな。いやでもドキドキしたんですか、きなこさんは。嫌な気持ちはしなかった。喜ぶってことなんだ、これで。そういうことでしょ。だって今男性スタッフが何人か乗り出してきましたよ、はみたいな。やれないできますか、これ。できない。たまに来るんですよ、そういうなんか自分のことをかっこいいと思っているやつらのこうセリフ、みたいなのが。いや、まあ、来るでしょうよ。うちに来るんですよ。来るでしょうよ。妹にしか見れないってやつが来るんですよ。覚え忘れてねえからな、俺。ほらさ、ずっと俺とアマちゃんであの後10分ぐらい話してたんだから。妹にしか思えないの。そういうキーパー良くない。まあ、それ良くないですけども。言われたいんですかね、やっぱそういうのって。いや、どう、まあ、ごひと、まあ
曲の言ったら絶対人によるんだけど、うん、どうなのこれ。じゃあ先輩がかっこよかったってことなんですかね。まあ、そうかもしんないけど、やってみたいですか。いやいやいや無理だでも来世で帝に転生できるんだったらワンチャンやってみたい。理想の姿になれる。そうそうそうワンチャン帝に転生できるんだったら一回はやってみたいけど、まあ、なんて言うんでしょうね、こう君の手は綺麗、接客に向いているって言ったかもしんないし、言いそうだよね。言いそう、なんか幸せをつかめる指だとかそれやってみたいけど、できます。こんなことだって天秤座がまだ続いてます天秤座も綺麗なのがずっと言われてますけど、見たことがあるって、いやどうなのこれ、分かんないけど、あでも実際やっぱりそういう風に覚えてらっしゃるってことはインパクトが強かった、衝撃的だったってことですけど、でも安心してください、センフォトの彼らはめちゃめちゃ言ってくれますから。言ってくれますね。そうだよ。でも、彼らがどういうセリフを、ね、言ってくれるかぜひ、はい、ですよ、見ていただきたいください。楽しみに、はいはい、というわけで以上、忘れられなかったあのセリフのコーナーでした。センフォトラジオ、続いては特別企画をお届けしたいと思います。何かな。題してフォトグラファー対決。これか。さあ、センチメンタルフォトグラフィーは写真をテーマにした作品ということで、うん、誰が一番エモい写真を撮ることができるか、エモい、つまり誰が一番フォトグラファーに向いているのか対決をしていきたいと思います。なるほど、なる、はい、あちらをご覧ください。ででん、うん、今から机の上にあるあちらのなんかよくわからないあのアクアリウムを、クラゲが浮いてる、撮って写真で、写真を撮って誰が一番いい写真だったかをみんなで戦っていくゲームです。なるほど、ちなみに、あれを撮るのは、はい、1枚のみです。1回、シャッターを押せるのは1回限り、あの中にね、あのクラゲのようなものがふよんふよんしてますよね、うん、あれを的確にそのカメラの中に収めることができたものの勝利です。確かに、あの不規則に動いているあのクラゲを、あれはあれ本物ではないんですけれども、はい、あれをできるだけ綺麗にちゃんと撮れた人の勝利でございます。まあ言うてもね、冒頭でなんかね、カメラにちょっと造形ございますみたいなね、まあ、お話お二人ね、まあ、ですもされてましたからね。もう、まあ、お二人はさぞかし見事なね、1日1万枚撮ってますから、ね、あ、そう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 、まあまあ撮ってんのお前1日1万枚ってすごいぞ、ちょっと減ったんだね。おお、そうそうそう、それでも減ったの、なんかね、減ってくるよね、指の力が弱まったから。そうなんだね、すげえ、1万回目ぐらいから疲れてくるからね。確かにそうなんだ。まあ、で今回何で撮るの今回撮るのは何さあ、今回撮るのはスマホで撮ろうと思ってるんですけれども、はい、まあちょっとまだね、あのものは、本番になったら欲しいなと思います。一流は道具を選ばないってことですね。言うてもね、クラゲ撮ったことありますよ。言うてもクラゲ撮ったことあります。一流、いやもう一流ともなれば、ありますか。僕クラゲしか撮ったことないです。逆にもうクラゲ以外撮ったことないです。何をどうしてるかよくわかんないですけど。そうだね。じゃあ相当、じゃあクラゲの撮り方には自信がある。そう、3分に1回クラゲ撮れますけど。番組中もね、もうずっと撮らせてください。もうなるほど、はい、じゃあそれはもうじゃあ今回もバッチリですよね。やっていこうと思います。いきましょう。じゃあ順番決めていきましょうか、はい、誰からいきますか。じゃあ誰からですか、これ。もう素直にじゃんけんでいきます。そうしますか。勝った人からですか。勝った人順にしましょう。勝った人順、はい、せーの、最初はグーじゃんけん、ほい。あー、前野さん一番、いやー勝っちまった。じゃあ最初はグー、はい、じゃあ前野さん、グーじゃんけん、ほい。あいこでしょ。よし、じゃあ2番で、アマちゃんが最後。アマちゃんが最後。わかりました。はい、ありがとう。はい、ということで。まあ、言うてもエモい写真だからね。です、です、です。何をもってしてエモいっていうのが、ね、確かにね、わからないですから。ちなみに審査員はここにいるスタッフの皆様にやっていただきたいと思っておりますので、じゃあトップバッターの前野さんやっていきましょう。はい、お願いします、はい、イエイ。ということで、うん、準備が整いました。はい、はい、トップバッターの前野さんがどんな写真を撮るのか、はい、見せていただきたいと思います。じゃあ3、2、1でスタートにしたいと思います。はい、参ります。3、2、1スタート。はい、じゃあいきますよ、うん、はい、お願いします。いきますよ。さあ制限時間30秒。30秒しかない。でもこれ1枚しか撮らないですからね。普通に撮っただけだとな、別にエモくねえしな。なんかさ、あのブレた瞬間にたまたまエモいのが撮れるってやつを狙いたいんだよね。あ、なるほど、偶然の1枚。そう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 、本当に奇跡の1枚ですね。ってことは、ってことはブレずに、でもこれをブレさせるのは難しいから、あ、自分でブレ、自分のこの手が、最近スマホはね、性能がいいですから、自分の手をブレさせて。どういうことですか。これでなんかね、あのね、すごい化学反応が起きないか、あの幽霊写真を撮る子供みたいなことします。
もやを。さあ、時間が差し迫ってまいりました。取れました。取れましたか。おお。なんすか。ちょっと思ったほど取れなかったな。それでは続いてはトキさんのチャレンジでございます。はい、はい、準備よろしいですか。大丈夫です。それではトキさんのチャレンジ、よーい、スタート。遠いんだよな、これ。さあ見せてもらいましょう。任せてくださいよ。たった1枚ですからね。クラゲしか撮ってないと。こいつ1日1万枚撮るというね、写真家の、ね、今日はもう1万1枚目ですか。1万1枚目。一番いいやつは撮ったんじゃないですか今。撮れた。1枚だけです。1枚だけですよ。1枚だけだよ。撮れましたね。なんて普通の絵。なんて普通の絵を撮ってしまったんだ、まあ、私は。いや、言うてもね、1枚1枚目の、ね、写真なわけですから、うん、今年初撮りの写真がこれでいいのかな。さあ、ということで最後でございます。あま、はい、ちゃん、決めちゃってください。やったるぜ。イエー、お願いします。じゃあ準備いいですか。いつでもどうぞ。3、2、1、スタート。ちょっと遠いんだよな。そうな、一番遠いね。山ちゃん、まさきくんのタイムロスがすごいんだよな、あ、一発ぶりですよ、あ、でも山ちゃんそれ iPhone？ これね、そのスタッフさんの iPhone だ。あれ、いいな。これってあのポートレート機能とか使っていいんですか。もう何でもええね。ダメ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 だそうです。そう、くじ、分かった。厳しいね、普通。みんなはね、近くで撮ってたでしょ。はいこれだ。お、もう綺麗に撮ると。何その、ないそれ、エモさでしょ。エモさ、エモさ。何をもってエモいかってことですけどね。そう、僕がエモい写真撮れました。お、じゃあこれ自信ありげな感じですね。ありますよ。結果発表。ということで、はい、3人の、ね、お写真を1枚ずつ見ていこうと思います、はい、さあまずはトップバッターの前野さんのお写真を。いや、ちょっとね、思いのほか普通になってしまったんですよ。え、あら、はい、でもなんか化学反応を起こされようとしてますね。ブンブンブンってやってましたけど、ケミストリーが起きませんでした、はい、起きませんでした。さあ、こちらでございます。こちらです。ででん。ケミストリー起きませんでした。これどういう絵ですか。これあの手がちょっと映ってますけど。本当だ。手どこ。手思いのほかぶれなかったっていう、はい、あ、なるほど。これでございます。はい、まあ、はい、まあ、思いのほかのケミストリーが起きなかったわけなんですね。渾身の一枚でございます。はい、そういうことです。じゃあ続いては、はい、僕ですね。いや、もう普通すぎる。いやいやいや、1枚1枚目の写真を見てくださいよ。見てくださいよ、はい、じゃあ僕の1枚目の写真、はい、そうですね、タイトル、タイトル、氷の海を漂うクラゲ。氷の海を漂うクラゲ、こちらです。氷塊を立て、あれ、意外と普通すぎない。いやいや、綺麗に撮れてはいますよ。いや、もうあの違うの、もっとね、あの、うん、こういい感じに、ちょっと俺もブレてる、動いてるのを撮りたかったんですけ ど、ね、この子めちゃめちゃ性能良くて、ちゃんと止まるのを待ってくれたの。やったな、やったな。カメラの性能な。いやー、やっぱ自分のカメラでも、やっぱ ね、持ってない。確かにね。いや、素晴らしい携帯だったんですけど。発光具合とかすごい綺麗に撮れてる。ちょっと青かったからね、ちょっと今の冬の時期にちょうどいいんじゃない。確かに、ちょうどいい。で、それが氷の海っていう。はい、氷だ。それはいいんじゃないの。普通すぎた。普通にでも写真としては全然ね、綺麗に写真でしょ。恥ずかしい。さあ、最後、アマちゃんでございます。わかりました。はい、アマちゃんが最後。なんかちょっとね、今までにない画角で撮ってた。引きで撮ってましたよね。引きっていうところにも注目していただきたくて、はい、僕じゃあタイトルから言っていいですか。はい、お願いします。命ってなんだろうです。おいし、やめろよ、なんか深いテーマ出してくる。はい。ちょっと変な空気になるだろう。見せていただきましょう。はい、僕が撮ったのはこちらです。ダダンっていうね。これやっぱりね、あの、うんうん、注目していただきたいのは、あのカメラさんの股間に机の角が当たってますね。カメラさんの股間に、ね、あの机が当たってるのもちょっとある意味エモいですけど、そこじゃなくて隠してるんだよ。後ろに、はい、コンセント見えますよね。電源タップ見えます。そう、はい、これクラゲなんですよ。でもクラゲ動いてるんですけど、何言ってるか分かんないんだけど、あれクラゲって何言ってんの。実はこのクラゲは電気で動いてる、コンセントで動いてるクラゲなんですよ。そりゃそうですよ。そう、はい、皆さんの目にはクラゲは生きてるように映ってましたよね、はい、前野さんの、まとみさんのも。そうでございます。コンセント映ってません。そう、でも実は裏ではこうやってね、電気の力で動いてたっていう。なるほど。皆さんが
生きてると思ってる人、深いよ、目の前のあな、ね、あなたの友達、深い、本当に人間ですか？おお、何言ってんだおめえ。ロボットの可能性もあります。何言ってんだ。あなたの隣にいる恋人は電気で動いてる可能性ありませんか？電気で確かめた方がいいですよ。いいの、アマちゃん。そういう、え、年始早々そんなサイコパス出さなくても。やり直せるものならやり直したいです。やり直せるものならね。いやいや、でも出してしまったものはしょうがないということで、深い話で問題提起ということで出させていただきました。真実はちゃんと俯瞰してみないとわからないということでいいですか？ございます、はい、ありがとうございました。深いよこれは。確信をついてきたかもしれない。そうですね、確かに確かに確信をついてまいりましたけれども、はい、さあということでここからは、じゃあ審査員の方たちに評価をしていただきたいと思います、はい、審査してくださるのはあちらにいるスタッフさんの5名のスタッフの皆様でございます。なるほど。今から、挙手をしていただいて、はい、どなたが一番このクラゲをきれいに取れていたか、エモかったかというものを、はい、ちょっと挙手で、決めていきたいと思っております、はい、じゃあ皆様携帯をこうやって前に出していただきたいと思います、はい、ちなみに僕はロックがかかってしまいました。お前のホームラン見たくねえよ。ふざけんなよ、写真出せ写真。トップバッターの前野さんの写真が一番エモかったと思う方、はい、挙手をお願いします。どうぞ。はい、このケンタッキーのね、画像が良かったと思う方。あれなんか全然違う写真出てきた。前の人のケンタッキーの画像が良かったと思う方。持ち主のアーカイブを見せないでください。持ち主の生きた証を見せないでください。まあね、クリスマスとかあったからね。美味しそうだけど。おこんなの入ってると思われるじゃん。次の写真でケンタッキーだと。はい、1票が入りました。1票入って良かった。さあ続きまして、私、トキシュンイチのホーム画面が良かったと、ホーム画面がもう真っ黒になっちゃいました。競技が変わってんだよ。が良かったと思う方は挙手をお願いします。ホーム画面じゃねえか。はい、あ、いいのいいの、はい、2票、高評価ボタン。さあ最後でございます、アマちゃんの、なんだっけ、サイコパス、あの、命とは。いや、そんなタイトル。ちょっと忘れましたけど、タイトル。命とはが良かったと思う方、挙手をお願いします。はい、2票、2票、同率1位や、同率1位や。ということは、私、トキシュンイチと、アマちゃんが、はい、すごい、同率の1位でございます。やったー。ありがとうございます。ちゃんとテーマがはっきりしてたってのがやっぱりね、いいね。確かにタイトルから言いましたからね、うん、テーマ作っておくべきでしたね。リハーサルのやつだったらダントツだったし。分かんないですけどね、圧倒的でしたね、まあ、やっぱりもう命ってなんだろうっていうのとね、そのやっぱ氷の海を漂うクラゲっていう絵がね、やっぱすごい綺麗に見えてきました。さすがでございました、写真家のお二方。はい、いや、これは見事だ。ありがとうございます。頑張ります、はい、ヒロインのこの本当にどれだけ頑張っているかというところが身にしみます。いや、垣間見えましたね。はい、大変なことだ、はい、でもこれ勝ったらなんかそうなんですか、ご褒美があるとのことなので、はい、ちょっとこちらに書いてあるそうです。ご褒美、はい、ケンタッキーがいいですね。いい、食べたい、うん、食べたいですね。じゃあせーので見ますか。はい、せーの、バン。お、何ですかそれは。何だ、指令が書いてあるやつや、うん、これさ、これ一緒に読もうか。あ、同時に読んでみる。お、せーの、前野さんに炎上寺帝ボイスで叱りつつ甘やかす甘美な長ゼリフを言ってもらえる権利。なんだこれ。だなんですって、なんですって。前野さんに、僕が何、炎上寺帝ボイスで、彼のボイスってなんだ、彼の、はい、叱りつつ甘やかす甘美な長ゼリフを言ってもらえる権利を我々がいただきました。なので、はい、我々はいただいた権利は使うものだと聞いております。いや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 、義務があります。いや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 、ご褒美じゃないじゃないですかね、お二方にとってはそんなの。先輩の芝居がこの場で見れるんですよ。学ばせてください。こんなにも年始早々最高な出来事、そうだぜ、あるわけないじゃないですか。メモしなきゃ先輩。ちょっと待ってくれ。俺の芝居が聞きたいだって。お願いします先輩。お前たちなんて可愛いやつなんだ。いいだろ先輩、いいだろ、やったー、そのご褒美俺が叶えてやろう。おお、ということでセリフを準備していただきたいと思います。ああ、任せろ。少々なんかもうすでに違う役に入られてる気がする。違う、え、ミカドボイスですよね。この人は一体誰なんだろう。今のは新キャラでした、ね。
さあということで準備できました。はい、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとね、あんまちゃん、ちょっとあんまちゃん Q を出していただいていいですか。わかりました。それでは前野さんにやっていただきたいと思います。炎上寺ミカドボイスでよろしくお願いします。どうぞ。どうしたんだ、ひどく疲れた顔をしているぞ。自分ができる範囲を大きく超えて頑張りすぎてもうまくはいかない。すまん、お前が心配で少し言い過ぎた。俺は前を向いて頑張っているお前が好きだ。だがお前には俺がいる。一人で頑張らずにもっと俺を頼ってくれ。はい、炎上寺さんでございました。もうゲームの画面そのままでしたね。いやいや、今素晴らしいです。やっぱりね、こんなこと言われたらキュンキュンするんじゃないですか。ちょっとミカド先輩のギャップが垣間見えましたね。見えるね。俺がここもうこの方に転生できたらもう指なんて綺麗なんだって言ってあげたい。帰ってきちゃった。飲み会の先輩とね。言いたいよ。やっぱそうなんですよね。うん、その戦法刀のキャラクターたちって愛情表現がある種ストレートなんですよね。そうなんですよ。好きって言えるんだ。そう。ね。遠回しに言わないところがそのキャラクターたちのね、多分かっこいいところ。かっこいい。や、これがね、恋愛ベタなんですかってね。そうですよね。確かに確かに確かに。達人レベルですよ、こんなの。本当だ。これを言ってもらえるまでは結構時間がかかるとは思いますけれども、ことかもね、ぜひ明日リリースされますので、ね、皆様も確かめていただきたい、ね、それぞれのキャラクターがどういうアプローチでね、主人公と仲良くなっていくのか、うん、そして天崎くんは一体どういうキャラクターなのか、ぜひ皆さんね、リリース楽しみに、楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございます。はい、以上フォトグラファー対決のコーナーでした。はい、ここからはこちらのコーナーをお届けします。せんフォト出張版スペシャルドラマ。イエーイ。はい、ということでここからはこの YouTube 出張版用にですね、シナリオを特別に書き下ろしたスペシャルドラマの朗読をお届けいたします。はい、何でもですね、今回のこの YouTube 出張版にちなんだ内容になってるそうでございます。なるほど。はい、じゃあ天崎くんのキャラクターも出るってことですかね。出るってこと、準備だけしときま す, そうです、ね、いつでも喋れるように準備だけはしときま す, す、ね、しておきましょう。アプリ前ですからね、結構貴重な、ね、かなり貴重なケースですね。そうですよね。はい、はい、じゃあぜひね、楽しんでいただきたいと思います。はい、それではお聞きください。どうぞ。なぜこんなことになっているんだ。ミカちゃんさ、そんなにイライラそわそわしてたら失敗しちゃうよ。そうは言ってもだな、一体俺に何をやらせるつもりなんだ。さっきから何度も説明してるでしょ、今日は YouTube の生放送をやる日。俺はインタビュアーで、ミカちゃんはゲスト。定常株式会社の CEO である炎上寺ミカドさんをお呼びして、新しく事業展開していく新しいタイプのレストランを CEO 自らご紹介していただこうという番組です。そんなことは分かっている。しかしよくもスラスラと出てくるものだな。そりゃ俺だってプロだし、事前にしっかり内容に目は通してるからね。ふん、プロか。だがミカちゃんだってプロでしょ、レストランの。だったらちゃんとお客さんにお店の紹介をする必要あるよね。確かにお前の言う通りだ。だが俺は映像に映るプロではない。またそんなこと言っちゃって。俺がちゃんと進行するから、ミカちゃんはリラックスリラックス。しかし映像に残るんだぞ、それも未来永劫。どんな顔をして映ればいいのか。そんなの簡単簡単、自然体で話せば大丈夫。紹介するレストランはミカちゃんがずっと大切にしてきた夢を実現するものなんでしょ。だったら
カメラを意識して変に緊張してたり、取り繕った表情で話したって伝わらないんじゃない？今日のテーマは夢の実現。俺以外のゲストも皆夢を語る。お前の言う通りだな。ね。だから自然な態度で自然な表情で話すのが一番。お前から真理を解かれるとはな。何それ、どういう意味？言葉通りの意味だ。感謝するぞ、相沢兄。ん？あそこにいるのは誰だ？え？ああ、ミカちゃんの次のゲストだよ。それよりさっきの意味って何？よし、行くぞ、相沢兄。なになに？どこに？やっぱりこういう場は苦手だ。しかも今日は映像インタビューなんて。でも広く公開されるわけだし、しっかりやらないといけないな。うん。何をそんなに縮こまっている？せっかくの立派な体育が台無しだぞ。え、あのどなた？俺は炎上寺、あっちは相沢兄だ。ああ、それはどうもご丁寧に。僕はやっと追いついた。いきなり立ち上がるからびっくりしたよ。僕に何か？お前は夢を伝えに来たのではないのか？はい。僕はならば、そんなガチガチの状態ではしっかり伝えることはできないぞ。そうなのですが、分かってはいても、そのあれ？それって俺がさっき言ったやつ？緊張するのもわかる。だが普段通りのお前でなければ夢の本質を伝えることはできない。普段通りの自分？自然体を意識することだ。一度目を閉じて落ち着く景色を想像してみるのもいい。日常のルーティーンをやってみるのも効果的だろう。待って、それは俺が言ったやつ。でも説得力が増しててずるい。お前がしっかり伝えられること、俺も応援している。じゃあな。ありがとうございます。僕はちょっと、もう行っちゃうの？待ってよ、ミカちゃん。行っちゃった。自己紹介もできなかったけど、また会えるかな？ちょっとミカちゃん、俺が言ったこと丸パクリじゃん。しかも上位互換なんてずるいよ。感銘を受けたことはすぐに自らに取り込み、即座に実行に移す。成長とはそういうものだと思わないか？そう言われればそうだけどさ、なんか腑に落ちない。時に相沢兄、俺にくれたこの金言、自分のために使うつもりはないのか？え？まあいい、お前にも考えがあるのだろうからな。さあ収録に臨むぞ。了解。はい、ということで聞いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、このまあもうそもそも、あまちゃんがなんですって？なんですって？はい、はいじゃない。何ですか？何を、寝てた？終わったんですね。終わった、寝てた。謎なキャラが。おお、なんか出てましたね。出てた。聞いてたんですけど僕も。ね、聞いた。そう。あれ僕の声でした。僕あれ？いや、分からん。どうなんですかね。なんかその、映像もちょっとこうシルエットというか。なんかね、一人だけなんか、ね、謎の人がいましたね。影みたいなやつでしたね。さあ。名前すら出てこなかったですからね。名前すら出てなかった。そうですね。どうなっていくのか。あれは果たして僕なのか。誰なんですか。
第三者なのか。第三者なのか。そんなわけないでしょ。 そうそう、あっちから言ってくれたスタッフさんの声なのか、どっちかね。めちゃめちゃお芝居お上手してくれました。誰なんですか、彼は。いや、もうそれまだ言えないんですけど。いや、言っちゃっていいんじゃないですか。言っちゃっていいんですか。言っちゃったらダメでした。だって言った方が楽になるでしょ。だって MC の立ち位置的に。いや、もう楽になるんですけど、これは何ですか。明日リリースされたらもう皆さんは僕には分かるんですかね。僕のキャラクターには出会えるんですか。分かるんですか。分からない。出会えないかもしれない。出るんですか。出会えるか。みんな人狼ゲームの顔してるよ。出るんですか。出ない。出るんですか。言っちゃった。出るんですか。彼のね、これ謎のキャラクターは。ここね、今あの P が入ってるのか入ってないのかは皆さんね、分かんないですけど、僕たちもちょっと当日この動画を見て、ちょっと楽しみたいと思います。まあね、まあ、間違いなく僕もね、収録はさせていただいているので、そうですね、はい、タイミングでね、多分ね、うん、皆さんの、あのお耳にね、お耳とお耳に届くことでしょうということで、はい、ありがとうございました。お二人はどうでしたか。え、あのこうしてやってみて。いや、なんかほら、そもそもセンフォトって、うん、なかなか他のキャラクターたちとこうね、あの掛け合いをすることってないじゃないですか。ストーリー上もこうがっつり絡んでくることって少ないから、うん、だからもう本当にこう結構たくさん撮らせていただいてますけど、うん、すごい新鮮だったな。新鮮でした。あの炎上時的にもね、あのお兄さんと絡むシーンって結構あるんですけど、はい、相沢兄とね、あのこういう風にがっつりお話しする機会ってあんまりなかったかもしれないからね。すごい貴重な機会でしたしね、はい、うん、そういう関係性なんだなって、ね、いいですね、ね、はい、これリリースを前にね、学ぶことがある関係性でした。一つ楽しんでいただけたということで、はい、以上、はい、センフォト出張版スペシャルドラマでした、はい、センフォトラジオ。さあ、お送りしてまいりましたセンフォトラジオ、はい、YouTube 出張拡大版、はいはい、皆様いかがだったでしょうかね。楽しんでいただけましたかね、うん、はい、そろそろお別れのお時間でございま す、ね、初ゲストとして前野さん来ていただきましたけれども、はい、いかがだったですか。いや、あのセンフォトのお話も、ね、たくさんさせていただきましたしね、あの皆さんの心の思い出に残るセリフみたいなものもね、はいはいはい、ご紹介できましたし、うん、本当にいろんなお話できてすごく楽しかったです。あ、よかったです、ね、でこれがまだちょっとリリースの前にね、収録させていただいてるんで、まだちょっと言えないこととかもね、はい、あったりするんですけれども、これが明日リリースされれば、はい、ね、もう本編のお話とかもね、もっともっと、ね、ボリュームたっぷりにできると思いますし、うんうん、またあのリリースされた暁にはぜひ、読んでいただければ。いや、本編のラジオの方にもちょっとぜひ、うん、あの他にもいろんなコーナーが あるんですよ、うん、それにもぜひちょっと前野さんと一緒にぜひぜひやらせていただきたいと思っておりますし、はい、ぜひまた読んでください。お願いします。スケジュールを合わせていただいてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでいよいよ、ね、明日、明日、明日ですよ、明日ですか。明日じゃないですか。明日ですよね。予定では明日ですね。我々が、何か何もしなければ明日リリースされます。よし、ね、そうですね。それまではちょっと我々もちゃんと抑えて破りたい人たちみたいになってる。普通の生活をしてもらえる。普通に行きませんして、過ごしていただきたいと思います、はい、いよいよ明日リリースなので、はい、センチメンタルフォトグラフィー、うん、よろしくお願いいたします。通常のラジオの方も聞いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ということで今回はここまででございます。お相手は時俊一と天崎光平とゲストの前野智明でした。せーの、バイバーイ、バイバーイ。